こんにちは、ピオシタロウです。今回は埼玉県羽生市の東武伊勢崎線南羽生駅で高校2年生の男子生徒が飛び込み自殺したことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年の9月7日午後6時15分ごろ、埼玉県羽生市の東武伊勢崎線南羽生駅で高校2年の男子生徒が下り区間急行電車にはねられて搬送先の病院で死亡したということで、羽生署の発表によると、電車が駅構内に入った際、ホームに立っていた男子生徒が小走りで線路に近づく様子を運転士が目撃したということで、羽生署は自殺の可能性があるとみて調べているということで、乗客乗員に怪我はなかったということです。でですね、客観的な意見としては、こういうニュースを見るたびに思うけど、まだ10代で自ら死を選ぶなんて、うちにも同じ年頃の男の子がいるので胸が痛いニュースです。逃げてっていう人いるけど、実際じゃあどうやって逃げ出せと言った意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、学校帰りかな。なんだろうね。飛び降り、飛び込みで結構高校生とか若い人が亡くなる事件、自殺事故が多いんですけど、正直その立場にならないと、止めるとかそういったことは難しいかなとすごい思いますね。そこまでになる過程をどうにかしないとなっていうのはすごく思うんですけど、親御さんからしたら無念かなっていうのはすごい思いますね。自分より年下、年齢がいってない人が亡くなるのはやっぱりちょっと寂しい思いがすごいします。はい、ということで今回は埼玉県羽生市の東武伊勢崎線南羽生駅で高校2年生の男子生徒が飛び込み自殺したことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。